はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日もご視聴ありがとうございます。ですね、今回はですね、マスクの内側ですね、内側の毛羽立ちをですね抑えたり、それからマスクのですね、内側にこの化粧ですとか、その唾ですとかね、そういったものがですね、付着してしまってですね、もう一日持たないという方もいらっしゃると思います。それでですね、私すごいものを見つけてきました。今回はですね、こちらの方ですね、ダイソーさんのですね、商品です。包帯です。包帯のですね、ここのところが9センチですね。9センチの幅の、もうマスクをですね、こういうふうに、縦の幅ですね。縦の幅がだいたいこのぐらいで、長めのタイプですね。一番長いタイプです。もうちょっとね、短いタイプの何種類かあったんですけど、一番長いタイプで9センチですね。それがですね、4.5 メートル巻いてあります。この包帯を使って、この中にですね、中敷きにするフィルター代わりにですね、してみたいと思います。それではですね、開けてみたいと思います。開けてですね、本体を出します。で、まあ、こういうふうに巻かれてますので、大体ですね、こう、大体こう開けてるとですね、こう、大体私の場合では約10センチぐらいですかね。10センチぐらいのところ、ね、10センチぐらいのところを切ると、まあちょうどいいですかね。ハサミでジョキジョキと切ってしまって、まあこんな感じの長方形のですね、包帯のこの布がですね、出来上がります。それで、一回つけてみたいと思います。これもう一つ布マスク用意しました。こういう感じですね。内側に、まあ、外から見てですね、はみ出ない程度であれば、どんなサイズでもいいと思います。鼻と口の周りがですね、この包帯で隠れる程度でいいと思います。こういう感じになります、ね。10センチぐらい、10センチぐらい切るとですね、この 4.5メートル巻きの包帯ですので、まあ、45個作れるということですね。なのでですね、これをですね、フィルター代わりにして、使っています。はい、これでですね、こういう感じになりました。内側にですね、こう、あります、こう。これですね、前回、動画上げさせていただいた内容ではですね、不織布って言ってですね、この水切りネット、不織布タイプですね、水切りネットを、まあ、こういう長方形にサイズに切ってですね、使うということをご紹介させていただいたんですけども、このタイプをですね、ずっと使っていたんですけども、長時間、マスクしてますと、不織布タイプ、まあ、柔らかくて本当にペラペラなもんですから、中でこう、丸まってしまったり、変形してしまうんですよね。で、ずれてしまったり。そういうことがありまして、もうちょっと摩擦のあるような生地を、もう本当はガーゼがいいと思うんですけど、今ガーゼ全然売ってませんね。ドラッグストアとかいろんなとこ行ってもですね、全然品切れで売ってませんし、入荷の方もですね、マスク並みにですね、手に入れることができませんので、で、まあちょっと、まあダイソーさんの方ですね、ちょっといろいろこう、物色してきたら、この包帯というものに巡り合いましたので、これを、ひょっとしたらこれ使えるんじゃないかと思ってですね、この材料とかを見てもですね、
レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンって書いてありますんで、もうほとんど、不織布の、とか、あと、何ですか？普通のマスク、サージカルマスクと同じ材料を使ってますので、これだったら、不織布代わりになるのかなと思って、一回試してみてやってみましたので。で、これでですね、結構快適にですね、過ごせると思います。こういう感じですね、うん。だからここのところでカットしてしまえば、ずれたりしないですね。喋ってても、不織布みたいにこうずれたりしないので、この包帯を使ったフィルターの作り方、運用っていうのは、結構いいかなと思って、おすすめできそうなので、ちょっと今回動画にさせていただきました。これダイソーさんでも、手に入れることができますし、普通の薬局さんですね。薬局さん、杉薬局さんとかでも、包帯の、幅の広いですね。幅広タイプの包帯が売ってます。でも、本当安価ですので、経済的に使えるかなと思って、今回ご紹介させていただきました。そんな感じでですね、今回はこのあたりで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、高評価とチャンネル登録の方をポチッとしていただければ、さらに嬉しく感じます。で、またこんなようなですね、何かアイデアで快適にですね、また動画にさせていただきますので、その時もまたご覧ください。どうも今日はご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。マイクでした。